ジョン・ヒューストン・ストックトーンは、アメリカ合衆国のワシントン州、スポケーン出身の元バスケットボール選手。1980年代から引退までの19年間を NBA のユタジャズでプレーし、歴代最多のアシスト記録、スティール記録を残した名ポイントガード。1992年と1996年のオリンピックで金メダル獲得。1996年に、 NBA50 周年を記念した50人の偉大な選手の一人に選ばれ2009年9月11日にバスケットボール連動入りした NBA 史上10人目となる40歳を超える現役プレイヤーでもあった NBA 通算15,806アシスト通算3,265スティールシーズン1,164アシスト アシストを9回はいずれも NBA 記録であり、シーズン平均アシスト数で12以上を記録した最後の選手である。少年時代から練習熱心で、早朝から練習ができるようにと、体育館の鍵を学校職員ではなく、彼が所持していたほどである。高校卒業後は、地元のゴンザが大学に進学し、4年生時には平均20.9得点、7.2アシストを 記録している。当時はほとんど無名の存在ながら、一部ではその実力が認められており、1984年、ロサンゼルスオリンピックの代表選公開にも呼ばれている。ストックトン自身も NBA なんて思わなかったしドラフトされるとは考えもしなかったというように、1984年の NBA ドラフトでは会場には呼ばれず、自宅の TV で、 ドラフト中継を見ていた。ユタジャズに一巡目16位で指名を受けたストックトンは、あまりのことにどうすればいいかわからなかったと衝撃を受け、電話をかけてきたドラフト中継の解説者に、世間ではブーイングではなく、フーイングだと言われたという。当時は、ゴンザガ大のストックトンか、ストックトン大のゴンザガかというジョークがあったほどで、ストックトンもゴンザガ大も無名であった。 デビューして3シーズン、それまで全ての試合に出場していたが、これは主にリッキー・グリーンの控えとしての出場で、出場時間も平均22分程度だった。先発に定着したのは4年目の1987から88シーズンからで、この年は出場時間が平均34分になり、アシスト数はリーグトップの平均13.8本となった。 ユタジャズは1985年にカール・マローンを獲得しており、チームの得点主だったエイドリアン・ダントリーが翌シーズンにトレードされていた。これはストックトンとマローンの将来性を見越したチームが、二人を中心としたチームの再構築を本格化させたことを意味する。翌1八十八年にジェリー・スローンが監督に就任して以降、この三名を中核とした体制は、 プロスポーツのチームとしては非常に長期間である16年間続くことになる。1980年代後半以降、マローンは毎年30点前後の平均得点を上げ、ストックトンは毎年のようにリーグ最多のアシスト数を記録する。これはストックトンのパスからマローンが得点するというパターンが繰り返されたということであり、二人は互いにとって欠かせない。 相棒のような関係となっていた。1987から88シーズン以降、ストックトンは9年連続で平均アシスト数リーグ首位となり、1960年代のボブクージーの記録を塗り替えた。1989から90シーズンの平均アシスト数14.5は、現在でもリーグ歴代最高である。1994から95シーズンには、 マジック・ジョンソンの記録を抜き、通算アシスト数1万を超える最初の選手となった。2003年に引退した時点でのアシスト数は1万5806本で歴代最多である。マローンとストックトンの得点パターンには有名なピックロールのコンビプレイがある。相手のディフェンダーの動きを止めるプレーからフリーになった選手が得点するという一連の流れは実に効果的に機能し、 相手チームや観客の誰もが知っているプレーでありながら洗練されたプレーで止めることが困難であり、長年にわたりユタジャズが利用するプレーとなった。1990年代に入る頃には、ストックトンとマローンの選手としての評価は大いに高まっていた。二人は1992年バルセロナオリンピック、1996年アトランタオリンピックではドリームチームに選出され、 金メダルを獲得している。ガードの選手層が厚かった。この時代の NBA にあって、ストックトンは毎年のようにオール NBA チームに選ばれた。特に1994年と1995年にはオール NBA ファーストチームに選出されている。しかし、チームはなかなか優勝に近づくことができず、ようやくチャンスが巡ってきたのは1997年だった。ジャズは、 カンファレンスファイナルでヒューストンドケッツと対戦。ジャズが王手をかけた第6戦の試合終了直前、100対100の同点という場面で、ストックトンが放った3ポイントシュートは、チャールズ・バークレイの頭上を越え、終了のブザーと同時にバスケットに沈んだ。普段寡黙なストックトンが、初めてと言っていいほど喜びを爆発させる仕草を見せ、ジャズは、 チーム史上初の NBA ファイナル進出を決めた。試合後、バークレーは、ジョン・ストックトンは純粋な意味で、これまでで最高のポイントガードだ。このシリーズでのベストプレイヤーは、間違いなくジョン・ストックトンだったと惨事を送っている。ファイナルの相手は、シカゴブルズだった。アウェーでの初戦は、ストックトンは、プレイオフジコアーストとなる7ターンオーバーを犯すなどの、不調もあり。 接戦を落とした。続く第2戦も落としたが、ホームのソルトレイクシティに戻った第3戦をジャズは、ものにする。第4戦でストックトンは、NBA ファイナル史上に残る、名プレーを見せた。ブルズが71対66とリードした場面の、残り2分20秒、ストックトンは3ポイントラインから2、3フィート離れた、位置での3ポイントシュートを決める。 さらに残り2分を切ったところでストックトンはマイケル・ジョーダンからボールをスティールしジョーダンにファウルされた後のフリースローも決めている残り1分3秒から残り時間1分72対73でジャズが1点を追う展開ではジョーダンのシュートミスをストックトンがリバウンド直後にそのままコートの反対側まで放ったパスはジャンプしたジョーダンの手の先をかすめカール・マローに届き マローンがレイアップを決め、ジャズは逆転に成功。ブルズはその後追いつけず、シリーズは2勝2敗とタイになった。勢いに乗るジャズは続く、第5戦でも猛攻を見せ、一時16点差の大量リードを奪う。しかし、ブルズが巻き返し、試合は終盤までもつれる。85対85で残り25秒、上段に勝ち越しの3ポイントシュートを決められ。 ジャズは接戦を落とした。この日、ジョーダンは体調不良だったが、それでもジャズのディフェンスは止められず38点を奪われた。シカゴに戻っての第6戦も試合は接戦となったが、ジャズは86対90で敗れ、2勝4敗で優勝を逃す。ストックトンはブルズのダブルチームに苦しみ、第5戦、第6戦とももアシストしか上げることができなかった。 試合後、スコッチ・ピッペンは、これまで戦ってきた相手の中で一番タフなチームだったと、ジャズとの激戦を振り返った。翌1997から98シーズンは、開幕前に左膝有利軟骨除去手術を受け、開幕から18試合欠場したが、2年連続で NBA ファイナルに進出し再び、ブルズと対戦。このシーズン、ジャズは、 ホームコートアドバンテージを得ていたものの、ホームでの第2戦を落とし、アウェーでの第3戦は大敗を喫し、第4戦にも敗れてしまう。ホームに戻った第5戦は勝利するが、第6戦は上段を止められず、優勝を果たせずに終わる。この頃には、ストックトンとマローンは30代後半になっていた。ウェスタンカンファレンスでは、サンアントニオスパーズやロサンゼルスレイカーズが台頭しており、 以降 NBA ファイナル進出を果たすことはなく、2003年5月2日に引退を表明した。2004年11月22日にジャズの本拠地、デルタセンターで引退セレモニーが開かれ、彼の背番号12はジャズの永久欠番となった。また現在、デルタセンターの前には彼の勇士のブロンズ像が設置されている。NBA 史上屈指の PG の一人と評される。 人物。終始冷静なゲームメイクと正確なシュート技術を有した正当派 p g であった。ストックトンはアメリカンフットボールのクォーターバックのようにインカムを使って選手に指示を出しているというジョークが生まれたほどコート全体を把握できる広いフィールドビジョンを持ち正確なパスでアシストを量産した。 僕たちは目をつぶっていても、お互いがコートのどこにいるかわかると、ソウルメイトであるカール・マローンは語っている。目立ちたがらない性格で、プレーの華やかさは控えめで、優勝経験もないため、史上最高 PG のランキングの際には、マジック・ジョンソンや、オスカー・ロバートソンに次ぐことが多いが、通算アシスト数、通算スティール数、シーズン平均最多アシスト数、 リーグサイトアシスト数連続年数、プレイオフ一試合サイトアシスト数の記録等を保持していることから、史上最高 PG の称号を送られても、決しておかしくないプレイヤーであった。一時期、NBA 内で、ストックトンの数々のアシスト記録に敬意を表し、アシスト王、ジョン・ストックトン賞にすべきとの議論が起きたほどである。針の穴を通すような性格、確実なチームメートへのパスは、 チームメイトのシュート動作をすべて計算に入れた繊細なものであった。コービー・ブライアントが最も尊敬する選手としてストックトンの名を挙げ、マジックは尊敬に値する人物と評し、傲慢で何者も恐れないトラッシュトーカーであったゲイリー・ペイトンが唯一目標にするプレイヤーだ。 誰よりもマッチアップしづらい、ジョーダンよりもと公言していることから、PG としての能力は相当なものであったことは、間違いない。ゲームメイク、一つ一つのプレイの選択が非常に堅実、確実であったため、FG 成功率が5割を超えたシーズンが12回も、あるなど、ガードとしては極めて高い水準を残している。闇雲に、シュートを放つことはせず、無駄。 余分な動作をすべて削ぎ落とした洗練されたプレーが持ち味であり、バスケットボール IQ の高さを生かし、要所でクレバーなプレーを見せる選手でもあった。リーグ屈指のクラッチシューターであり、顔色一つ変えることなく、ビッグショットを幾度となく沈めるため、均衡した試合終了直前の時間帯は、マローン以上に相手チームに恐れられていた。ストックトンは非常に優秀なディフェンダーでもあった。 185cm、18 80kg と決して大柄ではないものの、持ち前のクレバーさで臨機応変に相手をマークしていた。フィジカルなディフェンスを苦にせず、タイトなディフェンスから生み出される要所でのスティールは、チームの危機を幾度も救った。長いキャリアの中で故障が極端に少ない選手で、現役時代19シーズンのうち17シーズンは1試合も欠場することがなかった。 バスケットボールに対する真摯な取り組みから、しばしば、プロの勘と形容される。状況に応じた確実で的確なプレーの選択が、故障を少なくし、長い間、第一戦で活躍できた要因といえる。609試合連続先発出場の NBA 記録を保持し、名優マローンも怪我に強かったため、ユタのファンは、太陽が昇らない日があっても、 ストックトンとマローンが試合に出ない日はないと二人を称えた。1990年代の NBA ではバギーショーツと呼ばれる大きいサイズのショーツを履くのが流行しており、今や主流となっているが、ストックトンは昔ながらの小さく短いショーツを引退まで使用し続けた。温厚な性格で髪型も全くシャレッケがなく、その風貌は田舎の実直な青年そのものだった。 しかし、そのような穏やかな印象とは裏腹に、選手たちの間では、影のダーティー、プレイヤーとしてもなだかく、審判の目を巧みにはぐらかしては、エルボーを打ち込む、ユニフォームや腕を掴むなどのラフプレーを多用しており、気も大変強かった。NBA の問題児としてなだかい、あのデニスロットマンをして、NBA で一番汚いガードとコメントしている。 穏やかな性格ながら、試合においては人並み外れた、闘争心、競争心と勝利への執念を持ち合わせていたと言える。所属した、ゴンザガ大学は1968年に、ハードロックバンド、レッド・ツェッペリンが、初めての米国でのライブを行った場所として、知られている。ストックトンと妻との出会いは、ゴンザガ大学1年時に、妻の双子の姉妹にクラスメイトだったストックトンが、 ノートを借りに来たことがきっかけ。結婚後、ストックトンは妻との間に4男2女の子供を持ち、3人の息子は父と同じ高校に進み、バスケットボールをプレイしている。息子のデイビッド・ストックトンは、ゴンザが大学に進学後、2014から15シーズンにサクラメント・キングスでプロデビューした。父親のジャックは、 ゴンザが大学近くでジャックアンド・ダンズと呼ばれるスポーツバーを1961年から経営していたが2006年に引退。現在経営権は別に渡ったがバーの建物の所有者は息子のジョン・ストックトン。ビジネス面ではカール・マローンというタジャズのオーナー、ラリー・ミラーと共同でストックトン・ツー・マローン・ホンダというカーディーラーに出資している。 選手としての堅実なイメージを生かし、ソルトレークシティの銀行の CM に出演したこともある。日本人、プロバスケットボール選手である八村類は、ゴンザが大学に属していた頃、同校の体育館にいたストックトンと出会っている。八村は、驚くほど、上手いおじさんがいたと驚き、以後、ストックトンから、次々と、高度な技術を教えてもらったという。 basketballd-reference.com ありがとうございます。